で、まあ、噂の近鉄のロッカーなんですけど、噂の近鉄、はい、僕が入団した時は、一軍のロッカーどれぐらいの広さかな、ここのステージぐらいの広さですかね、はい、あ、これのもうちょっとあるかな、一回り大きいぐらい、はい、で真ん中に机が置いてあって、はい、で横に椅子が置いてあって、一人これぐらいの幅のロッカーがあるだけだったんですよ。あ、でしかもその机の上がマンハッタンの街のようにこんななんかいろんなものが置いててもうでそれ1年生ルーキーが掃除しに行くんですけど、あ、いろんなのを積み上げられてるわけですね、はいはい、ある時栗橋先輩が、うん、俺のヨネックスの時、あ、ローレックスの時計がないっていう、はい、お前ら知らんかとかって言われて、掃除するの僕らやからなくなったらやっぱり僕らのせいじゃないですか、うん、探しますって探したんですけど、はい、なんか靴の中とかに入ってあってそれクリアさん自分入れたんでしょみたいな感じで言えなかったんですけどね、うん、はい、それぐらい汚いロッカーで、でもそれが、入団して3年目ぐらいの時に新しくなったんですよね、はい、でそこはまあまあまあ綺麗でしたね、あの古い家の縁側みたいなロッカーなんですよ、ロッカーがあってこういう縁側みたいな、なるほどね、はい、ちょっとこう高く段下がってみたいな ねそこでみんなサイコロ振ってました、はい、ほんまに縁側じゃないですかそれやったら、そうですか、はい、あとはスワローズは、スワローズはクラブハウスってちょっとあの離れたところにありますよね、そうですね、離れ、あの外にね、はい、スワローズも普通でした ね、あの綺麗なロッカーでして、神戸も、忘れてもうたな、神戸もそんな広くはないですよねロッカーね、そうですね、はい、神戸で一個あの思い出があるのは、はいはい、神戸のロッカーの椅子が、はい、普通 あの折りたたみの椅子だったんですけど、ファイプ椅子だったんですけど、はいはい、清原が来た時に、はい、清原だけめっちゃなんか映画館とか座るみたいな椅子座ったんですよ、はいはい、で僕がね、はい、今日お前椅子座っとんなって言ったら、はい、次の日全員の分買ってきてくれたんですよあいつ、あの今日はなんないけどめっちゃいいやつなんでねほんまにこれ 今やから言いますけど、いやすごいですね、はい、なんか豪快ですよね、豪快です ねなんかこんなここにこうジュース置けるような、はいはいはい、ついた椅子をディレクターズチェアみたいな感じですね、はいはい、そうなんですよ、あのメジャーのロッカーっていうのはもうそこが終わったらあの取材場所になりますんでね、我々も入ってたら報道陣も入っていけるじゃないですか、そうですね、あの時間帯でね、はい、みんな知ってますよね、そうですね、フェンウェイパークの便所、うん、フェンウェイパークであのボストンのもう古い今メジャーで一番古い野球場です、はい、便所おしっこしようと思ったら、便器がこの辺なんですよこれみんなどうしてんのかなって、僕で中あの平均的だったんですけど、はい、みんなどうやってやってんのかなっていうぐらい高くてすっごいこれ不自然な姿勢ですよね、はい、多分今田沢が苦労してるかもしれない、田沢さん上原さんがね、はい、はい、あ、すいません、私もっと背が高かったですかね皆さんね、ですかね、吉井さん十分あのメジャーのメンバーの中に入ってもね、あの見劣りしない体格なんですけどね、平均ですね、ね、はい、そうですよね、という各、球場ロッカー事情でございました、はい、吉井さん和歌山の美濃島高校ご出身ということで、はい、和歌山に伝承館というところがありまして、今お話がありましたランディ・ジョンソンからヒットを打ったバットが展示されたような、違います、違いますか、ホームランを打たれた、はい、あれは違う試合でホームランの時のバットです、ね、すみません、ホームランを打たれた、はい、メジャーでバットが展示されてすみません、っていうのがちょっと今見せてしちゃったかなと思ってるんですけども、はい、私があの吉井さんにお聞きしたいのは、大木さんとの思い出とか、あとその大木さんへの思いとか、そういったものを、はい、まあ、今までお聞きしている部分もあるんですけども、エピソードをお聞きできれば非常にありがたいです。はい、大木監督との思い出ですよね、はい、大木監督は本当にあの僕のプロ野球のホームキャリアをスタートさせてくれた、うん、監督だったので、まず、4年目のシーズンの夏ぐらいに、まだ大木さんはヘッドコーチだったんですよ、うん、で小木さんウエイトトレーニングオタクだったんで、はい、たまたまウエイトルームで2人きりになったんですよね、はい、な、小木さんが、おいよし、うん、来年はお前いいとこで使うからなって言ってくれはったんですよね、はい、でその時に、え、小木さん監督ちゃうのにそんなん言うてええのとか思ってたら、うんうんうん、次の日監督になられて、あ、やっぱりいいとこで使ってくれたんですよね、なるほど、でその夏のその言葉があったんで、勝手に自分の中で
大活躍するイメージができてて、なるほど、いいイメージがね、はい、オフトレーニングしたんですよ、はい、それまでオフも何にもしてなかったのにあのほんまそういう選手だったんですよ。でそれで張り切って練習したらやっぱり野球も上手くなって、はい、で次の年大活躍できて、あのあれがなかったら本当プロ野球の選手に慣れてなかったかもしれないですよね。あ、そうですかね、はい。